はいどうも皆さんこんにちは、ピヨキングです。今日はみんなでバトルやっていきたいと思います。実は最近ライブやってたんだよね。まあライブって言ってもちょっとテスト配信で、まあ、ちゃんとできるかどうかをね配信してたんだけど、テスト配信なのにね何人かね人来るんだよねまだ俺何ができるかとかよく分かってないし、ライブ中にね。で実際ライブをねテスト配信したら成功できたから、今度ライブ配信しようかなって思ってます。まあライブ配信の話はいいから、ちょっとね早速このバトルをやっていきましょう。よし、オッケー、スターを取って、スター俺だけ違う、あいつも取ってんな、マリオも取ってんな食べられる、待って食べられる、マリオに。オッケー、あ待って、今んとこどこ、これは、あ食べられた、ちょっと待ってくれ。よし、でここに入る、そして上、ここの土管入ればどこに行く。オッケー、来た来たやった、勝ったいや最初はねだいたい負けから俺の動画は入るんだけど、今回は勝ちから入りましたね。いや幸先いいわ。もしかしたら今日4600台いけるかもしれない。僕の動画でね結構僕とね張り合ってる人がいるよね。今ピヨキングさんと一緒ぐらいのレートとか、ピヨキングさんよりちょっと上とかさ言ってる方ね結構いるけど、今日俺抜いちゃうかもしんないよスカイシティ、空の街めっちゃかっこいいじゃん名前。お、確かに空っぽいな。そしてこれは後ろからダッシュしていこうか。あー失敗した、俺は先に記録を取っておきたいけど、ここはちょっと我慢しよう。あ、ちょっと待って、靴欲しいな、これ靴めっちゃ欲しいな。パックン安全じゃん靴あったら。でも俺は靴なんかいらない、このキノコがあればいい。よし、オッケー、そしてこのまま右に行こう。よし、あー待ってアイテム取らない方が良かったかな。やっぱこの風に邪魔されたか。もうあの風苦手なんだよな。練習するにしてもどういう練習すればいいか分かんないしね、あの風の練習で。さっきライブのね話やったじゃん。そしたらねテスト配信中で、まあちょっと人が来るっちゅってもね10人とか十何人程度だよ。まあ絡んでもないし、まあテスト中だからね絡めなかったけど、今度のね日曜日もしかしたら配信するかもしんない。よし、それじゃやっていきましょう。これはどういこうか、このまま右に行くか。よし、オッケー、あー行き過ぎたあのドクロのリフトに乗ればいいってことかな。これ難しいな。あ待って、よし、オッケー、でこのドクロに乗ろう。これは俺一人で行けたかな。でちゃ、あ惜しい惜しくない、今のやばい、これめっちゃもったいないことしたな。これは俺結構勝ったと思ったんだけどな。くそ惜しい、カメから邪魔されたわ。いや今のは僕の完全なボンミス、今のは完全に俺が悪い。また最近結構ね何々のゲームやってくださいっていうコメントがね多くなってきて、本当にねとてもありがたいと思ってます。でもまあちょっと待っててくださいね、積みゲーが多いんで、せめてね終わるまでやらせてほしい。まあ僕がちょっとね気になったものは追加でねやっていきたいとは思うんですけど、前に言った通りちょっと 3D のゲームがね苦手なんだよね。だから最近第五人格やったと思うんだけど、あれ結構レアだからね、俺マジで 3D のゲームほんとしないんだよねあんまり。まあ、マリオの 3D 系は結構好きなんだけど、嘘、上になんかあんの、上になんかあんの、大丈夫これ。よし、入ったけどいい、これ上に行こうか。あ、え待って、キノコしかないんだけど、ここ騙されたかやばい、これ騙されたな。これこのまま右行った方が良かったかな。で右にこのまま行ってみよっか、危ない、あーし、これはやられるやつだ。これはこれ右にゴールあるパターンのやつじゃない、中間ポイント、そして下に行こうか。そしてこのオンオフがあって、これ危なくない、これ危ないんだけど。でこのまんまオンオフして、オッケーオッケーオッケー、誰かいるな、鍵持ってるやつが。オッケー、このまま行くか。
右に行ってゴールがないな。ジャンプ。よしよしよし、まだルイージ来てないな。ルイージ来たな。そしてキノピオも来たね。でも俺はこのまんま走り続けて行こうじゃないか。よし、でも俺は待つよ。あ、待って、危ない待とうと思ったらルイージとキノピオが来たからちょっとビビった。まあでもこれでね3人ゴールできたからよかったね。もしかしたら4600台行くかもしれん。待って、目の前に虫がいいんだけど、相当小さいね、コバエみたいなのがいいんだけど、叩いていい？このコバエ。あ、どっか行った。よし、来い、4600来い、来るんだ。あ、来んかった。残り30もあったんだ。じゃあ来ないか。俺4580ぐらい今あると思ってたから、そりゃ来ないね。じゃああと1回勝てばいいってことか。でもね、やっぱランクが自分より下の人たちっていうのは勝ってもあんまりレートは増えないね。みんなね、自分よりレート上だったら30ぐらい増えるんだけど、自分より下だったらやっぱ10台ぐらいしかもらえないよね。よし、それじゃ俺の苦手な 3D だけど早速やっていこうか。アイテム取りたいな。アイテム取っていこう。ここはしっかりアイテム取っていこうか。俺 3D で見て、アイテム取っていった矢先これだよ。何の意味もないよね。あー、やばい、これはこれはまずい。よし、このまんま行こうか。あ、みんな死んでるね。みんな死んでるけど、多分ここのここでみんな死んだんじゃないか。よし、じゃあ俺結果的にオーライだったんじゃない。それじゃあ下に行く。これはね、あんまり焦らないで行こうか。よし、あんまり焦るんじゃないぞ俺。まだ後ろにね、みんないないから。オッケー、タイヤ取っていこうか。あ、ルイージが来てる、ルイージが来てるから。待って、ラグラグ、やめて、止まった。俺結構チャンスなんだけど、これ頼むから。よし、オッケー。これね、土管に入ったらダメだぞ。土管に入ったらダメだ。そしてこれ右に行くか。ルイージ来てるで、ね、やばい、ルイージが来てる。まずい、このままゴールで会ってくれ。よし、これ右に行くか。もういい、当たってもいい、当たってもいいから。ワープのブロックに入る。そしてこのままジャンプ。やばい、これラグ勝ったらきついな、ここのコースは。で、下、やばい、ルイージが追いかけてきてる。よし、で、踏む。よし、オッケー。ルイージバカめ、取ったな、それを。それを取ったら遅くなるんだ、アイテムを取ったら。よし、これは俺の勝ち確だ。オッケーみんないないんだよな。2人ともギブアップしたような気がする。ありがとう。いいえ、4600台超えました。おめでとうピヨキ。これじゃあこの調子でね、どんどん勝ちたいと思うけど、4609ってことは1回負けたら4600以下になるんじゃない。多分ね、コメントでみんなおめでとうって言ってくれてる人もいるだろうから、4600以下にしたくないな。これは上から行くか。オッケー、ファイヤーを取って、待って待って、よし、このまんま右に行こう。そして降りる。あ、待って、これ靴履いていこうか。靴履いて、あー危ない、あやばい、俺ほんとボンミスした。もうなんでこんなボンミスすんだろう。俺めっちゃチャンスだったよね。このままじゃほんとに負けるかもしんないぞ。これ当たっていいんだよね。ここにキノコが一応出るから当たってはいいんだけど、まだ誰も死んでないな。俺だけ？俺だけかよ。よし、多分ここのキノコが出たら多分ショートカットできるっぽい。よし、オッケー。でこのまんま上に行きましょう。追いつけるかな。あ、待って、俺もゴールしたい。俺も、待ってくれ待って、あ、なるほど、そこのドアをくぐればゴールだったのか。ってことはさっき落ちなかったら絶対勝ってた気がする。またボンミスか。待って、今日ボンミスがなかったらほぼ全勝ち状態だよね。焦らないでゆっくり行こう。そして今ね、レートが4600になったけど、これ負けたら4600切るよね。やばいな、切りたくないなら勝つしかないよね。一番レート上じゃん、私、僕一番レート上じゃん。なんだと？ Y
もしくは X しながら右だと、これ全自動コースってことでしょう。待って、これ最初の言ったやつの勝ちだ。これよし行こう。オッケー来たやったー、これ勝ち確だ。よしこのまま行こう。頼むからゴールで会ってくれ。もう運でも何でもいいから。よしお、マリオ来た待ってこれみんな受けんだけど、協力しましょう。いやこれは無理でしょう。せめてね、待つことができればよかったんだけど、待ったらドッスンに殺されちゃうもんな。これはねゴールするしかなかったと思う。まあまあまあ、これでね4600以下になるのは回避できましたね。よかったよかった。よし、それじゃね、どんどん行きましょう。ルイージ帽みんな被ってる。マリオだけテレサ帽子じゃん。逆にテレサ帽子欲しいんだけど、ミーのアバターがどうやって増えるんだろうな。今度ちょっと調べておこう。ミーのアバターちょっと調べて増やすか。待って、ゲッソーは危ない、ゲッソーは危ないな。よし、ナイス、羽じゃん羽じゃん、やった。これチートできるんじゃない。あ、待って、これ何、この土管は何だろう。よし、もしかしてこのまま、あー危ない、これは死んじゃう死んじゃう。オッケー、嘘マジかよ。でもヨッシーに乗ったキノピコめっちゃ可愛いな。このスーパーマリオワールドのスキンめっちゃ可愛いよね。音楽もいいしね。多分一番好きかもしんない、スーパーマリオワールドの音楽。え、11も減んの。まさか11も減るとは思わんかった。ってことは次負けたら終わりじゃん。この4600を切ると切らないの境目、あの S プラスがいるし、これまずいな。全員ね S プラスとかで負けてもそんなに減らないんだけど、やっぱり自分よりレートが下の人と戦って負けるとめっちゃ下がるよね。でもこれは、待って、俺一番下がいいな。よし、俺一番下に行きます。そして、あ、今度 P ブロックじゃない。オッケー、緑一番下ね、緑な俺。オッケー、覚えた。よし、でこのまんま行きます。よし、で次はどこだ、一番右ね。オッケー、で2つ壊していこう。で次一番左か。一番早いのは誰だこれ。よし、オッケー。あー、これは一番右でいこうか。でこのまま落ちる。そして一番早いのは俺か、俺じゃないのか、違うのか誰だこれ。あー待って、よし、で落ちる落ちる。オッケーオッケーオッケー。これは右から3番目だ。キノピコから抜かれた、まずい。でこのまんまここで、で次左。オッケー、遅いなよし、キノピコを抜きましたよ。オッケーでした。これね、コメントでくれた方ありがとう。誰かこれね、下 B 押したらね、アームからすぐ降りれるっていうことにね気がついたんだ、そのコメントのおかげでね。よし、これは1位なんじゃないか、このままいったら。そして、でもう一丁で土管に入る。オッケー、 S プラスに勝てるのか。よし、このまま右に行って鍵をゴー。よし、で入る。そしたらそこにはゴールがあるのかないのか、どっちなんだマジかよ。まあ一応これはゴールっぽいからいいよ。上から来てないよね誰も。大丈夫大丈夫、すげえ怖いんだけど一応ねこのコースヒップドロップがないから安心だよね。ヒップドロップで来られたらめっちゃきついよねここ。よし、でゴール、やったやった、勝てた。これ絶対コメントでアームを下 B で離せるよって言ってくれた人のおかげだ。ちょっとねそれが誰か今ねすぐ思い出せないけど、ありがとう。最近結構勝率がなかなかいいから S プラスはね夢って思ってたんだけど、夢じゃなくなってきたぞこれは。まあ、S プラスの6000超えはマジで夢っぽいけどねカーリア、クリボーを4体倒してからゴール。4体ね、オッケーオッケーオッケー。
さて、ここはどういうコースだ。車は乗らないで行くか。車は一応乗らないで行こう。で、あ、お、待って、ビビった今。よし。で、上は何もないか。何もないな。そしてこのまま右に走ります。あー待って、危ない。あー、よしよしよし、焦った今。で、ここでクリボーを倒すってことか。オッケー、オッケー、いいね。で、このままゴールかな。右の土管に入る、そしてゴール。あー、ちょっと待ってあげようと思ってたんだけど、左にいて。あ、でも待ってあげたら上から来られた時ちょっと怖いな。急に取られるかもしんない、ゴールがね。結構ね、勝率いいでしょ最近。これで4650ぐらいかな、プラス22ぐらい増えるといいんだけど、多分ね増えると思うんだよね。あ、ちょうど22だ。4650きました。それじゃあこれでラストバトルにしたいと思います。集まりがめちゃくちゃいい。みんなでバトル、マルチプレイヤー VS、これ俺が好きなやつだ。きっと土管が4つあるやつかな。やっぱそうだ、やったね。これはね、マリオだから赤に行きたいだ。これは赤に行かしてくれ、赤に行かしておくれ。あ、そっか、時間で変わるのか。それじゃあ俺は青に行こう。まあいいや。よし、緑に行きます。緑の土管だな。これは右に行く、そして左で、そして左に行って滑る。 OK。 そしてどっちだろう、これは壁ジャンプか。で、この雲をゆっくり渡ろう。あんまり急いでも、よし、今んとこ一番じゃないのかな。いや、ルイージが一番っぽいな、なんか。で、このままビルダーマリオで壁を壊してヒップドロップな、次。よし。あ、待って、やばい、失敗した。2回素振りしてしまった。これで、あら、ヒップドロップがなんない。あららら。よし。で、このまま、よし、負けたかな、キノピコに。いや、わかんない、まだわかんない、まだわかんないぞこれは。よし、オッケー。で、よし、キノピコ俺は抜いてみせる。よっしゃ。でもルイージが速そうなんだよな、一番。よし。で、このままジャンプしていく。よし、ルイージかな一番。いや違う、俺だ。あ、違う、待っててくれたんだ、ありがとうルイージ。早くない、あのルイージ。でもめっちゃいい人じゃんルイージ。今日のサムネにするか、めっちゃいい人みたいな。うまいい人にする、うまいい人、うまくていい人みたいな。まあでもね、負けたけどめっちゃ気持ちよく終われました、ルイージさんのおかげでね。はい、それじゃあ今日のみんなでバトルはここで終わりたいと思います。動画の最初の方でも言ったんだけど、ライブ実況を近いうちしたいと思うんだよね。リスナーさんっていうのかな、視聴者さんっていうのかな、ちょっと話してみたいっていうのもあるし、まあ軽くなんかゲームをやりながらみんなとちょっと雑談とかね、できたら楽しいかなと思って、やっぱ一回はねライブ実況をやりたいと思ってます。その時はね、ぜひ来てくれたら嬉しいです。それじゃあまたね。